8時16分、天気予報は曇り。大朝の天狗市では見に行きます。案内板。車道からも行くことできますが、天狗市では見ていきます。やはりあちらに遊歩道できたんですね。東屋に川沿い。ここにも地図。綺麗ですね。案内がいっぱい。やはりここですよね。前来た時と変わっています。天狗市で見事な太い幹。今は葉っぱがある季節です。国指定天然記念物。たくさん群生しています。これは飲めるようですね。スズメバチ注意。柵沿いに上がります。みんな曲がりくねってます。まだ綺麗な道標。植林。息が切れます。昨日の雨で濡れてます。アサギマダラ。山道を植え。体が熱いです。ここにもいますね。車道に合流。マムシが2匹いました。山の気温低いけど注意です。結構アサギマダラがやってきています。懐かしいですね。3回目。ちょっと休憩。ふもとは霧で見えませんね。あれが熊野城山でしょう。桜の森の案内。案内板見えます。舗装路終点。熊野城山は998メートル。美容柳があるんですね。分岐左にしましょうか。ねじり花。今標高800メートルくらいでしょうかね。曲がりくねる道。薄く日が差しています。先に注意。蜘蛛の巣映るかな。整備された遊歩道。セミが鳴いています。そろそろ分岐ですね。9時8分。山頂まであと700メートル。ひんやりした空気なんですが、体は熱いです。ブナの木。これも大きいですね。緩やかになったみたい。植林ありますね。霧がかってます。
2回目の熊野城山。ここはちょっと笹がありますね。こんなに大きなカエルがいます。そろそろのはず。ピークっぽいですね。あ、あれだ、熊野城山山頂、998メートル。展望はありません。三角点。蜂がいるから降ります。ちょっと先行ってみます。特に何もないみたいですね。木を切り倒してる場所があるくらい。残念ながら雲の下で街が見えません。9時24分です。初めての時の逆コース。日暮らしが鳴きます。岩です。二人すれ違いました。まだまだ下り。ドクダミが咲いてます。手入れされてますね。山頂から530メートル。こっちも階段がある。遊歩道。風が気持ちいい。方向合ってるはず。そしていくらか麓見えますね。最初の分岐です。同じ道から車道。イノシシがいるんでしょう。雨が降らなくてよかった。東屋のところ、雲が流れたんでしょうね。雰囲気がいいですね。オトットギスが咲いています。こんなとこにアジサイ。青いですね。クモの巣。さあ、ここから山道へ。通りますよ、音を立てて。やはりいますね。白いアザミ。下っています。あそこは天狗尻ですね。殿様ガエルかな。天狗尻。何かいるのかな。柵沿いの道。登山時より明るくなってますね。さあ、ロータリーに戻ってきました。10時11分。熊野城山右です。雲が取れましたね。